京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。元気が出る医療の時間です。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。いつもの政策委員長大谷です。内科医師の大谷晴代です。パーソナリティさせてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういった内容でいきましょう。そうですね、前回ですね、はい、鎌田さん覚えてはりますかね。人と話しすることは大事なんですよという話をね、はい、させてもらって、はい、話すると2つのこと効果がありますよと、はい、ね、一つは気持ちが楽になる。まあちょっと悩んでることがあったりね、まあ、ストレスが溜まってて、はい、ちょっと誰かに話聞いてほしいな、ね、言うて誰か友達とかね長電話したりなんかしてると、はい、何も解決にはなってないんだけど、なんかあとその後ねすっきり感がある。ああ、わかります。いうのがありましたね。その話覚えてありますか。覚えてますよでもう一つはですね、はい、この話すことで元気になると、はい、悩み事と関係ないと、ね、はい、いわゆる昔の同窓会行ったりとかね、はい、自分がその得意なこと、昔こんなことやっとったやとかね、はいはい、そういう、まあ、一番まあお年寄りの方特に多いんですけどね、はい、自分の輝かしかった頃のね、はい、お話をするというと、知らん間に昔思い出してね元気になってるという2つのね元気になるお話の仕方の、あのお話をねさせてもらったと思うんです、はい、で今日はですね、その時もちょっとお話しさせてもらったんですけど、次回は、まあ、話するって言うても相手がいりますよね。そうです ね壁に向かって話すわけじゃないですからね。できませんね、はい、そうすると相手役がいると、はい、その相手役になりましょうと、あ、ね、でその時に皆さん聞き上手になりましょうと。なるほど。本当両方できるというね。だから聞き上手、話し上手は聞き上手とかね、うん、言いますよね。あ、言います言います。で今日はちょっとその聞くということについてね、お話をちょっとしましょうか。わかりました。で、まず最初にですね、聞くっていう言葉、まあ言葉聞きがあったらね、はい、鎌田さん、まあ漢字で二通り書けますよね。まあ書けますよ。一応書けますよ。あのこの門構えに耳と。あの耳辺にこういうやつです。こういうやつ。ラッシュでこういうやつっていうのは。字を書いてね、はい、あの名会名会 C4 か。C 書いてね、はい、ありますね。難しい方の聞くですよね。はい、でまあその2つ聞くがあるんだけど、はい、この違い分けってね、使い分けかいうの下あります？まあ、話してる時には一緒ですわ。聞くで同じ聞くで流れますからね。それ書く時ね、書く時にちょっと変えなかんでしょ。あ、漢字ってそういうところありますよね。ありますあります。それでよくわかることは、例えばね、僕ら医療者だから言うんだけど、見る、あ、見るって言って目で見る前の見るがあるでしょ、はい、それから診察する時のね見るがあるでしょ、はい、それからお父さんを最後介護で見とったという訪問看護師やったからね、やってはるからよくわかると思うんで見ると、はい、同じ字でも3つありますよね、はい、見る見る見るね。ところが漢字言葉ですると分からへんだけど、漢字で見ると、あ、これは介護の見るやな、あ、これは診察の見るやな、これは目立ったにね、物を見る目があるでしょう。それと同じようにね、聞くにも2通りあります、ね、そうですね。で、うん、そういう時にね、今2人でごちゃごちゃ言うたんだけど一番分かりやすいのはね、その門構えに耳と書く、その聞くね、はい、これもう英語で言うとヒアですよ。あ、ヒアリングのヒア、はいはいはい、ね、でもう一つの方の難しい方のね、はい、あの耳書いてというやつね、はい、そちらはリスンね、リスナーというのをリスニング、はいはいはい、ああそうですね。だからヒアと、あ、やっと分かった、やっと分かった、はい、ヒアとリスニングの、ね、違いということですね、はい、どう違うかと言った時にですね、その耳に音が入ってくる状態、ね、うん、耳に入ってくる状態、それが聞くヒアリングのヒアの方です、はい、ね、でそうすると耳に入ってくる音でもね、その人に関心がなかったりね、はいはい、それからその話題に関心がなかったら、うん、耳素通りするんですよ。ありますね。よう言われるでしょ、鎌田さん。よく言われるんですよ。あんたほんまに聞いてんのって言われるんですよ。奥さんも一生懸命喋ったんですよ。はい、ね、だからそれ冷やしたんだけど、うん、リスンしてはれる、ね。そういう意味でね、素通り、関心がなかったりね、興味がなかったら素通りしてしまう場合に、ヒアリング、ヒアの方の聞くがありますね。で、一方ですね、そのリスの方、難しい字を書く方のリスの方ですけど、はい、これはね、文字通りにね、まあ見てもらったら分かるんですけど、耳っていう字と、目と、はい、心とね、有事を入ってますが、ああ心も入ってますね。入ってますね。で、心で聞くということでね、相手が話していることを一生懸命理解してあげようと、
ね、そういう態度で聞くことを言うんですよね、はいはいはい、だから先ほど言ったように鎌田さんの夫婦の会話みたいにね、はい、ヒアリングしててもリスニングしてないということが起こるということです ね、 ね、だから僕たちはどちらかというと、はい、リスニングの方 ね、 そうですね、これを心がけましょうと、そうですね、一生懸命ね相手の言うことを聞いてあげましょうということです ね、 そ う、 ですね、そうするとどういうね、聞くにも違いがあるかというと、はい、話す時と一緒ですね、その気持ちを聞いてあげる、うん、ね、気持ちを聞いてあげる、なぜかというとね、人にね話を聞いてもらうと 気持ちが楽になるでしょう、うん、ね、そうするということは聞いてあげるだけで相手のね心のサポートをしていくことになるんです、はい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 、で鎌田さんなんか職業上ね、それ大めちゃくちゃ必要じゃないですか、そうですね、嫁には使ってないですけど患者さんにはちゃんとやってますから営業トークじゃないですかね、うん、ですからね、その聞き手っていうのは相手が話すだけで気持ちが楽になるということはね、はい、聞き手は何をしなあかんかというとね、話すことをみんな吐き出せるような状態で聞いてあげなあかん、あ、なるほど、要は喋るだけ喋らせてあげなあかん、うん、ね、こちらがうまくそういう誘導していってね、はい、もっと話させてあげようという状態を持っていかなあかんっていうことです ね、 ね、うん、でそういうのを意識して聞くっていうことをする必要があるということですね、うん、ですからね、一番大事なことはこっちが聞きたいことを聞くんじゃないんですよ、あ、なるほど ね、 ね、相手が言いたいことを聞いてあげる、うん、相手が伝えたいことを聞いてあげる、うん、いうことが、そういう態度が大事だと、ね、でそれを心で受け止めてあげる、もう鎌田さんの夫婦の話したらそれありえへんかもしれないいやいや、そんなじゃあ大家先生のところあるんですか、うちはもう心ばっかりですよそれでね、はい、心で受け止めてあげましょうっていうね、いわゆる難しい言葉で言うと受容するっていうんですよ、あ、相手の気持ちを受容してあげる、うん、で形だけじゃなくて受容してあげるっていう、そういうね言葉が使われるんですけど、うん、そういう聞き方がありますよね、いわゆる心で受け止めてあげましょうということですね。でもう一つはね、話の内容だけじゃなくて、うん、相手に寄り添ってね、その背景、はい、その人の持っている心理状態の背景までを聞いてあげる、気持ちを聞いてあげるということが大事なんです、うん、でそれは言葉で言うと共感するですわ。ああ、共感ね。うん、共感。だから単純に同情とかね、その同感とは違うんですよ。うん、同情同感っていうのはまあ上っぺ面っていう感じですね。そうですか。ああ、かわいそうやねみたいな。そうね、全然思ってなかったも言えません。はいはい。鎌田さん、家大変ね、かわいそうね。同情してる。本当にね、親身になって考えてね、はい、相手の心に沿って、で相手の、うん、その心理的な背景を読み取って。うん、それでその共感っていうのはそういうところを言うんですよね、うん、ですからね、会話と対話もそうなんですよ。会話っていうのはね、うん、いわゆるその情報の交換だけなんですよ。あ、で対話っていうのはね、感情の交換するんです。あ、でそのね、相手の言葉の、まあ、ちょっと話変わるかも分かりませんけど、言葉っていうのはね、意味の情報とね、感情の情報と2つあるんですよ、うん、ね、でその両方取り出す、感情の情報を引き出してくるっていうのがコミュニケーションなんですよ。それの能力に長けてる人はね、コミュニケーション能力があるっていうんですけど、うん、まあそういう具合にね、その共感、受容するということと共感するということをね、聞いてもらったと思うんですけど、で話してる方はね、話を聞いて自分の気持ちや内容を、ね、受け入れてくれると、相手に対してね、非常に安心感を持つ。ああ、そうです ね、この人は私のことをよう理解してくれた、ね、共感してあげると、ね、よう分かってくれはった。そうするとね、何もかもがこう打ち解けてね、うん、安心感が出てくると、うん、でそうすると次何が生まれてくるかというと、信頼関係を、はいはい、この人は私のことをよく分かってくれはんねん、私のことをいつも一生懸命ね聞いてくれはんねん、うん、で信頼感が出てくるね。信頼感が出てくると何ができるかというと、人間関係が良くなってくる、うん、それがね、最近の現代社会でもね問題になって、会社でも人の悪口は言うけどねなかなか人間関係で仕事辞めていったりする人いっぱいたくさんありますやん。ありますね、うん、だからそういう関係がね、持てたらね、非常に僕は、うん、いいんじゃないかなと思ったりするんですけど ね、 だから僕らの仕事なんかは、相手の、まあ、訪問看護として相手のお宅に行くわけですけども、はい、やっぱ話を聞いてあげて、まずその信頼関係を勝ち取っていかないと、もう話にならないですからね。ならないでしょ。そっちは先でしょ、うん、そっち先です。本当そうです、ね、体の状態よりもね、うん、そっちの方が先だと思いますね。僕らの往診でもそうです。そうですよね、うん、僕なんか往診行ってて、ね、薬の話とか病気の話とかまずしないです
果たしてそれはいいのかっていう。それはいいんですよ。いいんですか、いいんですか。なぜか言ったらね、薬の状態とか、はい、体の状態なんかね、もう把握してますから。あ、なるほどね。この人いつもとちょっと違うなとかね、こんなんもう見たら分かります。はいはい、顔色一つ見ても分かるし、喋り方一つ見ても分かる、うん。それはあえてね、どうですかって聞く人、まあ、一応聞きますけどね、うん、聞きますけど、そう聞かなくても分かる、うん。ところがね、その会話とか対話とか話のね、コミュニケーションに時間た、はいはい、費やす方がね、はるかに効果が。なるほどね。ね、まあ、そういう今言いましたように気持ちを聞いてあげるという聞くがある、うん、でもう一つの聞くっていうのはね、この間元気を話すというのと一緒で、はい、この元気を聞いてあげる、うんね、元気を聞いてあげるというのは相手が元気だった頃も喋りたいですよ、はいはい、でそれをねうまいこと聞いてあげてね、うん、上手に、ね、気持ちのいいね相槌をたげてね、はい、あそうかそんなことあったがすごいねようやらはったねとかね、うん、言うと思ったら向こう意気揚々と喋らはる、はいはいはい、でそういうその聞くというのがありますね、うん、話を盛り上げなくそうです、宴会じゃないですよこの時期やからね宴会みたいに見ますけど、うん、そうじゃなくてね、特にねお年寄りの方はね、はい、自分のこれからの今の現状とかですね、うん、それからその、これから先のこととか今の元気なことを言うことがあまりないですよ、うん、もうすでに、ね、年齢いってはるからね、はい、そうするとね昔のことを思い出さはる、あ昔の元気やった頃を一生懸命思い出さはる、でそれを言うてあげるとねほんまに生き生きとしてきゃ、うん、でそこで問題はね、まあ、昔のことを言わはるから、はい、少々辻褄の合わんこととか出てくるんですよでそれをねえちょっと先言われたことちゃうでとかそんなことはどうでもいいんです、ね、要はそういうことや先言われたことの話は違う年が合わへんやとかそういうこと言う人は言うんだけどそんなことはどうでもよくて一生懸命喋ってね、うん、昔のこと思い出したはるんやからそれをね、うん、聞いてあげる、あ、ね、それは目つぶって聞いてあげるいうことがその聞き方の一つですね、うん、ですからその気持ちを聞くときにはどんどん話をさせてあげて聞いていく、うんね、共感してあげるいうことね、受容して共感してあげるということが大事で、元気を聞くときにはもうとりあえず相手がね意気揚々とするように少々のね矛盾とかそんなのを目をつむって、うん、心地よい相槌をって聞いてあげるということが非常に大事と、でそれはね両者にとっていいでしょ、なぜか相手が元気なかったらこっちも元気気持ちよくなりますよ、あなるほど、聞く側にもいいことがないとダメですからね、そう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 、なんか聞くだけ聞いてうんざりしちゃったらダメですからね、しんどい、もう聞いてるのしんどいじゃなくてね、はいはい、相手が元気になるのを見て、わ、こんだけこの人元気なんや、うん、気持ちええわってこっちも元気になる、わかりますわかります、ね、いわゆる元気をもらうってやつです、はい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 、そうでしょ、それありますあります、うん、だからそうするとねどっちにもいいんですよ、うん、どっちも損しない、どっちも得する、はいはい、ということで聞くというのは非常に大事ですよということです。なるほど ね。だからちょっと今日から心入れ替えて、はい、奥さんが気持ちよくなるように会話をしてあげてください。なるほど ね。で、はい、まあその面白い話がありましてね、はい、古代ギリシャの偉大な哲学者ソクラテスが言うてるんですよ、はいはいはい、神はね私どもに2つのね耳と1つの口を与えたものだと、はい、これは何を意味するかと、あるんですか、意味が、意味あるんですよ、はい、そうすると2つと1つですよ、ということは2対1でね聞く方が勝ってるんですよ、はいはいはい、だから、ね、しっかりと聞きなさいと人の話を、ね、なるほど、喋るのはねちょっと抑えときなさい、あなるほど、ね、半分にしときなさいと2対1の割合ですからね、2つの耳に対して1つの口やからね、そういうことを説いてはるんですよ、なるほどと、ね、思いますよね、なんか今日は鎌田さん説教してるんだよ気がするね、まあ、あの前回もお話ししましたように話すことも大事でしたが、はい、その受け手のね聞き役も大事ですよと、なるほど ね。だ皆さん話し上手聞き上手になって、はい、で周りの人も自分も元気になろうと、なるほどね、そうすると世の中楽しくなってくると、あこれはちょっと仕事でも使えるでしょう、もう使います使いますね、どんどん明日から使っていこうと思いますので、ねはい、まあ、仕事だけじゃなくて家庭でも使っていきます、そうそうそう、それ言いたかった、はい、それを僕の口から言うより川田さんの口から言うの待ってたんですそうですか、ね、まあ一応一通りこれでお話がまとまったようで、はい、分かりました、じゃあご縁満をお祈りいたします分かりました、ありがとうございます、頑張っていきます、はい、頑張ってください、ありがとうございました、はい。